だけだ。あれはこの時に来てよかったなと思います。で、こんな話すことになってて、7月28日にホームランが東京ダービーでもし取れるかと聞いたら来てください。まあ多分取れないと思うんで、そんなね、来週だからさ、すぐに来ると思うけど、まあいつかね、この名古屋でもでかいライブハウスでライブ会場でライブできるように、頑張りたいなと思ってるんで、ぜひね、引き続き応援よろしくお願いします。僕のゴールドライブはね、いろいろ拍手したりとか、クリアしたりとか、まあ、その人数ね、多くないから、発表しにくいと思うけど、まあ、自分の、ね、目の前で、ちょっと音が鳴らないぐらいで拍手するだったりとか、全然、いけると思うんで、楽しむっていう意味でも、一緒に楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。